セントラルカラハリ動物保護区のキリン中央、カラハリ動物保護区は、ボツワナ中心部半地地区東部、カラハリ砂漠東部にある保護区である。1961年に設立され、5 2 8 0 0トルの面積を持ち、世界で第2位の規模の動物保護区となっている。この動物保護区には、キリン、褐色ハイエナ、ワートホグ、チーター、リカオン、ヒョウ、ライオン、 オリックス、エランド、オグロニュー、クーズー、レッドハーテビーストなどの野生動物が生息していることが知られている。中央カラハリ動物保護区は土地の大半が平地であり、低木や草に覆われたエリアのほか、大樹の茂るエリアがある。川渓谷の多くは天然塩田による化石となっている。このうちの4本は約1万6000年前に形成され始めたと考えられている。 デセプションバレーを含む保護区内を打行して存在している。三人たちは数千年前から狩猟、遊牧民族としてこの地で生活していたことが知られている。しかし、1990年代中頃にボツワナ政府は保護区への観光客による収入が増加していたにもかかわらず財政上の枯渇を主張して三人を保護区から移住させようとした。 1997年には3人のうちの4分の3が保護区から追い出され、2005年10月には残りの約250人も園外の最低重キャンプに強制移住させた。しかし2006年にボツワナの裁判所が追い立ては違法であると宣言したことで法的根拠を得た3人らは保護区へと戻っていった。2008年9月中旬に大規模な山火事が起こり、 動物保護区の大部分が被災した。なお、現在のところ出荷の原因はわかっていない。ありがとうございます。